青山隆は1970年代を代表する男性4人組のアイドルグループフォーリーブスのメンバーの一人です。青山の他に北浩二、江仁利夫、織茂正男がメンバーで、1967年4月1日結成、1978年8月31日解散と11年余り続きました。解散から24年後の2002年に再結成を果たしています。これを機に青山はこれまで名乗っていた芸名の青山浩吾、青山隆に改名しています。共楽園小学校4年生の時に父親の仕事の都合で佐賀市高木瀬町から川崎市東渡田へと移り住んだ。学校での成績が優秀だったため、小学校の校長先生の推薦により東京都港区高輪にある私立男子校の高輪中学校に入学。ここでも優等生だった。中学3年生の時に東京音楽学院に合格。特待生として奨学金をもらいながら1967年まで在籍。スクールメイツにも選抜された。1967年ジャニーズ事務所に入所。その経緯について、ジャニーズ事務所に1週間通い詰め、その熱意と根性を認められてジャニー喜多川より入所を認めてもらったというストーリーが作られて世間に発表されたが、実際の経緯はむしろジャニー喜多川の方から青山をスカウトしたというものであった。フォーリーブスに加入後も雑誌の表紙で青山が他のメンバーよりも少し大きめのサイズで掲載されたり、グループからの抜粋メンバーとして雑誌の表紙やピンナップ付録に採用されるケースが非常に多かった。そしてソロで表紙に抜粋されたのは青山だけであり、グループの顔といえる立ち位置だった。ソロピンナップは北浩二も2度ほど経験。また月刊明星の付録カボンヤングソングでは織茂正男もソロで表紙に採用されている。青山浩はジャニーズ事務所が世に出し一世を風靡した人気グループの一人である。江仁利夫、北浩二、織茂正男が1968年オリビアの調べでレコードデビューし、12年半の活動でシングル版累計266万6千枚を売り上げ、7年連続で NHK の紅白歌合戦にも出場している。だがギャラの少なさ、歌唱印税をもらっていないこと、事務所を離れてからのジャニー・喜多川氏、メリー・喜多川氏の冷たさについて語っている。だが喜多は引退した翌年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、江仁も覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった。その他にも4人のジュニアたちが飲酒や喫煙、乱交パーティーに参加していたことが写真週刊誌で報じられ、事務所はすぐに彼らを解雇してしまった。青山はこう語っている。ジャニーズ出身のタレントたちはどうしてたびたび事件を起こしてしまうのでしょうか。若すぎる時に虚像だけを与えられ、大人からの教育的配慮は一切なしに育てられれば勘違いもします。今は親がジャニーズに子供を積極的に入れたがる時代です。いわば私塾から学校になりつつある。そんな時代には学校と同じような配慮こそ必要なんです。アイドルグループのフォーリーブスのメンバーだった青山隆さんの長男でロック歌手の城下カズが明日16日から全国ツアーを行う。神戸を皮切りに9月まで約20公演を予定している。今はどうしても青山隆の息子と見られますが、それは運命。しっかりと受け入れながらロックアーティストとして自分の信じた道を進んでいきたいと話す。音楽に興味を持ったのは中学生の時、クジャパンの曲に衝撃を受けた。ロックっていいな。両親の離婚の影響などもあって児童自立支援施設で約1年4ヶ月過ごした時、ギターに出会った。ギター好きの先生がいて、
1日に1時間ある自由時間はずっと弾いていました。季節卒業後、17歳でバンドを結成、19歳でデビューし、ギタリストとして活動したが、バンドは2年後に解散。バーテンダーや DJ などをしていたが、周囲の勧めもあって30歳の時にロック歌手として再デビューした。ライブハウスなどのステージに立ち、インディーズながらシングルやアルバムも発表した。疎遠だった父とも、フォーリーブス再結成の準備が進む。01年頃から会うようになった。複雑な思いもあったが、今も忘れられない光景がある。末期がんを宣告されながらもステージに立ち続けた姿だ。亡くなる3ヶ月前、ディナーショーの楽屋で鏡をじっと見ながら、俺の顔、なんでこんなになってしまったのか、とつぶやいていた。それでもステージでは見事に歌い切る。俺の親父はやっぱりプロの歌手だったんだと素直に思えた。青山さんは09年に肝臓がんのため死去した。昨年結婚して子供も生まれた。子供から尊敬される父親になりたい。だから音楽で完全燃焼したい。まるで尊敬する亡き父の生き様と自分を重ね合わせているようだった。70年代に一世を風靡したアイドルグループフォーリーブスが29日、活動を休止するさよなら公演を行った。1月に亡くなった青山隆さんが音頭を取って再結成して7年。78年に解散コンサートを行った思い出の地で、残された3人は再出発する。また、青山さんの愛娘優子さんがステージに立ち、父の意志を継いで歌って踊れるタレントになると誓った。ここにターボーも来ています。今日は4人で力を合わせて、楽しく熱狂的に足腰が痛くなるほど頑張ります。エギ・トシオが挨拶すると、4人を表す青、黄、赤、緑の4色のペンライトを、持った女性ファンで埋まった会場が大歓声に包まれた。4色の中で最も多いのが緑色。青山さんの遺影が自分色で埋まった会場を静かに見守る中、最終公演はスタートした。サプライズが飛び出したのは9曲目の約束だった。バックで踊る12人の子供ダンサーが登場すると、ターボーの娘がいます。優子さんが紹介されると大きな拍手が沸き起こった。これまでもステージに上がったことのある優子さんだが、青山さんが亡くなってからは初めて、パパの代わりになりたいから、と自ら志願したという。ダンス歴はまだ2年。父の島では趣味の延長だったが、今ではパパのように歌って踊れるタレントになりたい。と強い決意でレッスンに取り組むようになった。アンコール曲のマイウェイでは、青山さんの生前の歌声がコーラスに加わり、エギ、織茂正夫、北浩二の3人が声を合わせた。生前の青山さんを偲び、会場のあちこちですすり泣きが漏れる。エギたちも涙を浮かべながら歌い切った。最後は無人のステージ真ん中にスポットライトを当てた。まるでそこに青山さんがいるかのように。メンバーもファンもライトが消えるまで、青山さんの姿をステージ上に見ていた。フォーリーブスは4人なんです。3人でやっていく心の整理がつかない。覚悟がない、とエギ。4枚の葉のうち1枚が天国に旅立って2ヶ月。メンバーは7年の再結成に再び終止符を打った。全国ツアーの構成についての話し合いが、2008年10月中旬に行われますが、その席にいた青山の体調が優れず、その翌日に病院で検査した結果、肝がんであることが発覚します。メンバーには11月後半に告げた上、その後のコンサートにも病を押して参加し続けます。しかし、行われたクリスマスコンサートでは、2時間のステージのうち立っていられるのは30分程度が限界でした。それでもコンサートの度に入院先の病院を抜け出して参加していました。
周りはコンサート出演を止めて療養に専念するように勧めるも、本人の強い希望で以降5回もステージに立ったといいます。なお同年9月の時点でめぐみ夫人は肝がん告知を受ける1ヶ月前に検査を受けた時点で医師より持ってみこぜと言われていたそうで、告知よりも1ヶ月も長く生きられたのはコンサートに出たいという青山の気力が病気を上回ったからと夫人やメンバーは考えています。青山隆は2009年1月16日に肝臓がんであることを公式発表します。しかし公式発表のわずか12日後の2009年1月28日午前7時、肝がんのため入院先の都内の病院で亡くなります。57歳でした。1月19日には長女の誕生日に合わせて、一時帰宅して誕生パーティーを開いており、元気になったら一緒にハワイに行く約束もしていました。しかしこの約束は二度と果たせないことになります。1月28日午前2時ごろ、青山の容体が急変します。同4時ごろには吐血し、同7時にめぐみ夫人と10歳の長女に見守られながら静かに息を引き取ります。悲報を聞いて急ぎ病院に駆けつけたメンバーの江木俊夫は、青山に声をかけるも返事がないと目を潤ませていました。青山隆は療養中の病院内で家族に看取られて亡くなっていますので、死に様の信憑性は高いと思われます。死因も告知された病名と同じですので問題ありません。青山ハウウイスキーをはじめとした酒好きで有名でしたが、それが肝臓を悪くする要因になった可能性は十分あります。フォーリーブスは結成当初、北浩二、江木俊夫、織茂正夫、永田英治の4人がメンバーでしたが、永田が当時小学校6年生で年齢が低すぎるという理由で結成半年後に青山隆と交代することで参加しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。